じゃあ皆さんこんにちは、このインスタライブもとりあえず変異期間のね、インスタライブとしては今日が最後になります。まあ、明日からいよいよ開園ということになるんですけども、あとでね、ちょっと動物園の、こんな感じで見てくださいみたいなお話はしようかと思うんですけど、前回ちょうどさあ紹介といったところで見えなかった、今日はちょっと虎のちびすけどもからいます。今ちょうどね、もう2月1日だから3、4、5、もう丸3ヶ月だったんですね。もうすっかりですね、なんかよちよちした動きってよりも、とにかく走り回ってじゃれ合って、遊んでますね。それぞれ少し、個性も出てきたり、そんな感じなんですけども、明日からお披露目ということになるのかなというふうに思います。結構ですね、親にまとわり、親が動くとまとわり、みんな3頭とも別のところにいたんですね。結構水の中、水辺にもよく行くんですね、池のあるところ。今日は、今もう25度ぐらい、昨日も暑かったんですけども、今日28度とかね、9度って言ってて、明日もさらに暑いから、動物園の結構、照り返しがきついので、きっと明日、体感的には30度超えの感覚になると思いますので、もし明日ね、動物園に行こうかなと思っている方、本当に暑いので、水分補給等をね、まめにしながら見ていただければいいのかなと思ったりもします。動物園の方もですね、ずっと紹介してきて、カバの子、このトラの子、コロブス、ワオキツネ、アザラシ、いろんな子どもたちの紹介もしながら来たんですけども、本当にみんな順調に成長していて、この夏の日差しっていうんですかね、その中でもどんどんたくましく成長していてですね、もうちょっと母ちゃんも少し手を焼き始めるくらいに、このトラはですね、今は、なんせすごいんですわ。やっぱり複数いると、なんともね、見た感じが、賑やかですよね。で、子供たちもすごく運動量も多くてですね、気づいたかな、母ちゃん。ね、気づきましたね。まだまだちょっとね、おっぱいも。本当ですね、これもなんかこう見てるとずーっと見てれちゃって、このまま何も喋らず30分見てもらう方がいいのかなって思ったりもするんですけども、なんですかね、本当にこう変わらない当たり前がずっと動物園ではあるんだなっていうのを、感じますね。本当子供の頃、虎の子は、結構どんどんね、大きくなってたくましくなっていくので、ずっとその成長ぶりなんかもね、改めて見てもらえるスタートの日が、明日なのかなっていうふうに思います。すごいセミも、春ゼミ、エゾハルゼミですね、すごい鳴いてて、本当春、初夏の感じになってきましたね。結構母ちゃんね、水浴びが水の中でよく遊んでるので、きっと暑い日は水辺でパチャパチャみんなで親子で遊んでる感じになりそうですね。ちょっとあっちの小窓行ってみます。ちょっとあっちの小窓に移動してみますか。みんなもう明日がオープンなんですけど、結構ここに来て急ピッチでみんな看板だったりとかいろんな制作物を作っておいて、明日にはね、すごく、もうバシャバシャ聞こえますね。
まあきっと気持ちいいんでしょうね。気持ちよさそうですね。うん、もう入ってた。いやなんかね、これは本当にもうずっと見ててもらうだけでいいのかなっていう光景ですね。ですね、まあ子どもの虎さんと、あの虎もやっぱり模様が生まれた時からっていうんですかね、あのずっとあの顔の模様変わらないので、それをちょっと見分けていくと、あの3頭分かるんですけど、自分まだちょっと分かんないです。あのまあバチャ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 してるんですけど、ちょっとね、しま模様とかの顔の、ああみんなで走っていった。みんなで。どこ走っていっちゃった。すごい勢いで行ったから、どこ行った。あ、こっちに。結構ね、あの3頭でじゃれたり、3頭とも別々のものに関心持ったり、結構集合したり、なんかこう解散したりみたいな、そんなのずっと繰り返して、まあ、本当にもう遊び盛りになってきましたね。はい、ということでですね、ちょっとあのね、ホッキョクグマのところまでちょっとプラプラと移動しながらお話しできればと思います。あの動物園の方ももう明日、オープンということで、あのいろんなことずっと、もう本当今日もまだやってるんですけども、あのいろんなことを気づくことがあって、でやっぱりそのなんだろう、少ししばらく続く日常っていうんですか、あのやっぱり基本的にはもう少しそれぞれがちょっと一歩距離を取りましょうねっていうことなのかと思うんですけれども、あのなんかこう来るのがビクビクっていうような環境ではなくて、当たり前に動物園としては、あの動物たちのことをあのそれぞれの人のペースで見てもらえるような、そんな環境づくりを目指しています。だから皆さん、まあ僕らもあのいろいろするんですけども、まあ、来られる方もちょっとほんのちょっと意識を、今までとは違う意識をちょっと持ってもらえれば、あの十分にあの気持ちよく見てもらえる環境になるのかなということであります。で、あの旭山動物園ずっと、まあ、今回のことっていうわけじゃないんですけども、あの今正門、西門、あの東門って3カ所入り口があるんですけれど、あのそもそもが正門から入ってずっと見れるようにって作ってきたので、なんとなくどっから入っても基本半時計回りでぐるっと見てもらうと一番見やすい条件になるようななってます。で今回ですね、あのうち、シルバーシャトルバスとか、あの電気バスですね、ちっちゃなですとか、東門から のバスとか連絡バスですね、あれをしばらくあの運行を中止します。でそこからスタートになるので、あの基本的には皆さん自分で歩いていただくっていうのが基本になるんでね、あの半時計回りで動いてもらえると、正門から入るともうペンギン館、アザラシ館、ホッキョウグマ館で、まあ中央にもう一個あるんですけど、まあトオオカミ、そこ全部エレベーターがあってですね、下からはずっとあの見ながらで、ずっとあのそんなに雲なく歩けるような順路が、できてますので、であと猿山から子ども牧場を抜ける道もちょっと作ってあるんで、そんなのもですね、利用してもらうと本当に気持ちよく東から入っても半時計回りだから右に曲がってもらえる。で猿山からスタートで見てもらって、最後チンパンジー、オラウタンとかサルシャンとか、でその東門に戻ってもらうっていうような
西門から入るとやっぱり右に降りて外里の方まで降りてぐるっと回ってもらうと綺麗に一周できて、まあ、西門からはもうそのまんまぐるっと左、うん、あの半時計回りに回ってもらえれば見えるので、うん、まあその方が見やすいし、まあ、人の交差っていうんですかね、そういうのも減ってくるので、そういうことになんかちょっと意識しておいてもらえればあのいいかなっていうふうに思ったりもします。でちょっとこの間もなんとなくね紹介しそびれてて、ホッキョクグマなんですけども、まあ、うちこのホッキョクグマができた時からずっといたイワンがね、徳島の方に旅立っていって、あの本当は開園してる期間になるからちょっと最後あのお客さんに見てもらう時間もあるのかなと思ってたんですけど、結局こんな形で閉園中にの、 あの旅立ちになってしまっているんですけども、また今度新しくね、まあ、オスの北斗があの姫路の方から来るんですけれども、あのこれはもうその園のっていうよりももうやっぱり日本中のホッキョクグマの全体の未来を考えた時に、もう本当に待ったなしの状況がずっと続いていて、繁殖の可能性を探ることがね一番大切なことで、でまあそれぞれのところでちゃんといろんな情報も交換しながらしっかりと引き継ぎをしながらですね、動物たちの方は、まあ、旅立っているので、まあ、岩に関しては自分もこの施設やった時あのいろんなことがあって、あのまあ、イワンがね、来て、イワン最初はここに来てないんですよ。あのイワン来た時にはロシアから来た時にはあの猛獣館ってさっきトラがいましたよね、あそこの施設に実はバックヤード、あの非公開のそんな広くないんですけども、放飼場、ちっちゃな放飼場と寝室がある、セットがですね2つ別にあるんですね。であのその広い方を使ってそっちにまず来て、でこれを建築して、でこれができた時に引っ越しをしてっていうことだったんですけれども、まあ、当時なんかすごい思い出としては引っ越し時にですね、まあ、うち結構、まあ、当然麻酔をかけて移動してくるんですけども、麻酔した時しか僕らもあの直接同じ空間に入ることがないものですから、あのイワン来た時にはもう平成14年ですね、これできたのね、その時にあのちょっと関わった人とかみんなでちょっと麻酔かかってる時に記念写真とか撮りながらあのいて、でちょっとこっちに引っ越す時大騒ぎになったんですけども、あのでもまあいろんなことがあって、でここ立ち上がってあのね目線のとこで飛び込んでくるっていうとこ、イワンがまだ若くてあのすごい好奇心強くて、もうほんとずっとうちのこのホッキョクグマ館の住人としてずっといてくれて、でなかなかねちょうどタイミングが合わなくて、イワンとあの同い年というかそのちょっとペアを組める相手っていうのがなかなか見つからなくて、でその中で今メスさんといてっていうことなんですけども、あのなかなかこう相性っていうのが基本ではないんですけども、やっぱりずっと同じ空間の中にいる中で、あのまあ交尾だったりとか、まあ、繁殖だったりとかっていうところまで結びつかなかったっていうことになりますね。誰だ、見るなんかルルっぽいね。いやちょっと最近私自信ないです。ちょっとね今ね、ホッキョクグマ本当に毛が割りするとですね、夏毛になってきてすごいなってきてるんですけど、ちょっとなんでだろう、すぐに絶対誰だっていうのが言えない。ちょっとね今日なんかズームするとピントがボケちゃうんですよね。なんでだろう。いやピリか。いやピリじゃない。ルルか。まあちょっとあんまりそのことは誰出てるかわかる、言ってたこっち放射状、いやまあまあいい、ピリかなんですかね、まあ、ピリっぽいようなルルっぽいような、ちょっとバスケついてなかった、ついてなかった、まあいいや、うん、まあちょっと今の会話はこうやって聞こえなかったことにしておきますということで、これからねまた新しい個体が来て、ピリカとねペアを組んでっていうことになっていくかなと思うんですけども、まあ、ホッキョクグマのね、飼育下でのちゃんとした、まあ、境内がちゃんとできるかということにまた新たなチャレンジのスタートということになりますね、少しでもね、頑張っていきたいなということなんですけれども、あっち行きます？ん？いや、ちょっと日向暑くないですか？もうちょっとじゃあ日向にあまり暑い、暑い？いや園長が暑そうですねっていう、いやもうですね、いや本当暑いんですわ
で、さっきもちょっとね、ベンチ運びして暑くなったんですけど、まあ、本当に急に 夏が来たみたいな感じで、本当気持ちのいい日なんですけれども、まあ、別に大丈夫です。僕、暑いのが好きなんですよ。だから、そういう日なんですけれども。でですね、ちょっとまた、最後、ちょっと開園に向かっての、この間北海道の方から出てた、なあ、これね、皆さんももう見たり、いろんなね、新聞とかでも見てるのかもしれないですけども、まあ、少しこういうことに気をつけながらっていうことですね。まあ、そんなに難しいことがあるわけではなくて、やっぱり僕はここなのかなっていうか、2メートルって書いてますけども、なんかちょっと一歩半歩、少し距離を取って、過ごしましょうと。当然、グループとかね、家族で来た人がこうやってみんなが離れる必要はないわけで、それぞれ別のグループで来た人たちの時に少し距離を取ってっていうことで、で、改めて、まあ、手洗いと、まあ、咳エチケットですね。きっとこれ、暑くなってくるので、本当にマスクっていうのも、いろんな危険も逆にあります。距離さえ取ってれば、そんなに大声でもう喋んなければ、十分に、マスクじゃなくても、こういうふうにちょっとした、気遣いで、十分に感染とかね、いろんなことを防いだりとか、安心につながることはできると思います。で、あと換気ですね。動物園もここに書いてあることを、基本的にはこれを徹底的に、対策をとっています。旭山動物園は、オープンすると全部、ペンギン館もアザラシ館もカバとかの施設も、基本的に見れる休憩所も全部開けます。で、まあ、動物園の場合は、ハイエン窓っていうのがあるので、もし火事になった時に開けるやつ。それを開けて、自動ドアを開けると、かなり空気の流れは作れます。だから、館内で少し、ちょっと距離を取っていただければ、もう十分にこのことを満たしていけるっていうことで、こんなことを気をつけながらやっていきたいなっていうふうに思います。ちょっと持ってくるの忘れたんで、なんですけど、まあ、いいや。マスクとかね。ちょっと忘れてきてしまったのオチが失敗した。結構ですね、いろんな方が心配してくださって、寄付でいただいたりとか、サジカルマスクだったりとか、たくさん支援していただきました。で、そんな中で僕らも、その感染とか、まあそういうことがない中で、ちょっと明日を迎えることができるようになって、来たんですけども、本当に皆さん、多くの方に支えられて、なんか明日迎えることができるんだなってすごく感謝の気持ちに堪えないです。で、やっぱりそれに僕らは十分にきっちりとちゃんと答えていかないで、だからまあそういうまあちょっと気概もありながらですね、明日迎えれればいいなっていうふうに思ってます。ということで今日最後、まあまずね明日からっていうことで、うち実はですね、飼育のスタッフのはですね、結構切り盛り大変だったんです。ちょっと欠員が続いていたりとか、まあ、こんな内情を話していいのかわかんないですけど、でもまあみんな本当にみんながもう、みんなでちゃんと回しては来たんですけれども、やっとですね、まあ飼育的にはフルスペックな状態を今年を迎え入れたんですね。で、新人が2人、入ってですね、まあ、今ずっと、まあ、研修中っていうわけでもないんですけども、日々、動物と向き合いながら、明日を迎えるということで、ちょっと今日、なんとなくこれで終わったらつまんないなと思ったので、2人を呼んできました。こちらに2人おります。やっぱりね、今風ですね。もう全然平気みたいな。ちょっと入りきらないんで、みんな寄ってください。自己紹介を。ちょっと寄ってください。はい、何か、でも遠いと、声がある。大きい声でね。大きい声で。はい、今までちょっとね、動物と関わりながら、はい、まあ、担当何と、名前と担当と、はい、なんかちょっと思いみたいな、一言。はい、よろしくお願いします。はい、フラミンゴ担当の、和歌山幸喜と申します。よろしくお願いします。今ですね、先輩方だったり、まあ、動物たちからいろんなことを吸収して、一人前の飼育員といいますか、よりこう、動物たちが生き生きできるような飼育員になれるように日々勉強していきたいと思います。これから暑くなってくるので、コロナとかそういうことの他にも熱中症とかそっちの方も気をつけて、しっかり皆さんで楽しく過ごしていきましょう。よろしくお願いします。
いいですね。フクロウ担当の荒吉と申します。大きい声で言いますね、はい、近づいてもいいよ。素晴らしい動物たちの魅力を皆さんに伝えられるように頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。こっち皆さん あのお越しをお待ちしておりますので、どうぞ来てください。はい、はい、まあ常にねもう笑ってるんですでもやっとうちもなんかねこうやってまた動物もそうなんですけども、飼育とかいろんな技術とかもね、こういう若い世代に、どんどんバトンタッチしながら、まあ、うちも50数年ここまで来て、やっぱり旭山らしさとかね、旭山のこだわりとか、なんかそんなものもこれからねたくさん学んで、自分の言葉で何かものをねしっかり伝えれるように、育ててほしいなと思っています。はい、はい、ということで新人の紹介でありました。はい、お二人ありがとうございました。ということで、まあ本当今日なんか締めっていうかね、納日で、まあ、自分もそうだし、みんなやっぱりね動物園開くっていうことで、なんとなくみんなが結構ねやる気も出してきててっていうことで、なんですけれども、まあさっき言ったこと、まあ、僕らも本当になんかね歯切れが悪い、なんかじゃあもうウェルカムですっていうんじゃないのもちょっとねありつつなんだけど、でもまあ飽きる以上はやっぱり楽しんでってほしいしね、本当に来たら気持ちよく動物たち見てほしいし、ちょっと当初2週間ぐらいはもぐもぐタイムとかね、ちょっとしたワンポイントガイド もう今回初めてなんですけれども、ワンポイントガイドなんかも少し2週2、3週ぐらいはちょっと中断してですね、お客さんの動きだったりとか、まあ、いろんなことから徐々にもぐもぐタイムとか、まあ、やっぱり旭山そういう伝えるっていうことがもうずっとやってきたことなので、でも伝えれない分きっとみんなそれぞれがきっといろんなことを工夫をして、動物ガイドをしなくても伝わることっていうのを今みんな考えてくれてるので、そういうことをちょっとね今までと違って楽しんでって動物園に来て見てていただけたらいいのかなっていうふうに本当に思います。本当に先のことがね全然今見通せない中なんですけれども、まずはね、ちゃんとスタートを切れて、やっぱり動物園なんかねこういう形もそうですけど、やっぱり直接見てもらって動物園だなっていうのは本当改めて思うので、みんなで開くこと、まあ、僕らも多分皆さん以上に、僕らの方がなんかやっとこの日が来たなって思ってるかもしれないですね。ということで、開園してもですね、インスタライブは続きますのでお楽しみにということでですね、まだまだね県外とかねいろんなことで、いや僕これ本当になんかね、例えば有料制度にする例えば自薦、いやまあいや本当ですね、いろんなことを考えていかなければいけない、いや自分ですね、その単純にいろいろあるんですよ、考えなければいけないことは。例えばねなんかそんなことだったりね、少し未来につながることだったりとかね、しっかり考えていかなきゃいけないこともあるのかなと思うんですけれども、なんかプチプチやったりいっぱいピッピッピッとお金が飛んでくるみたいなとかなんかいろいろありますよね。だからそんなことだったりとか、何かにつながることがあってもね、いやでも本当にそうなんですよ、来てもらえない分でも自分たちもねしっかりと伝えれることもあってということで、じゃあ最後どうしますか。まあ、今回本当に急遽こうやって1ヶ月、やってもらったんですけども、ね、動物園飼育だけじゃないです、いろんな管理部門、予算の管理もそうだし、いろんなふうにこうマスコミの対応だったりとかいろんなことをやってくださる方、まあ、本当たくさんのスタッフがいてやってるんですけども、まあ、今回結構すごくいろんなことが急な中でですね、こういうことをちゃんと具体化できたので、まあ、さっき新人さんもそうだったんですけども、最後ちょっとうちも広報の部門がありますのでですね、そことずっとみんなで一緒にやってきました。で裏でこうホワイトボードを出してもらいつつこんな質問とか、まあ、今もそうだったんですけども、インスタ続けましょうとかがあってですね、だったんですけど、ちょうど今映らないようにしてたんですけども、後ろ振り返るとちょうどうちの広報3人がいるので、ちょっと一言ずつ最後
じゃあ、ね、今までの思いと、え、喋らない？あの、え、熊の紹介と言いつつ、熊を全然紹介できてないので。ホキウマを紹介できていないということですか？はい。でも、もうさっきから見えてますね。いや、遠いんです。あ、遠いんですか。じゃあ、ちょっと中に移動して。あ、有料賛成ですというふうにおっしゃっていただいている方が結構何人もいらっしゃってありがたいです。ありがたいですね。ちょっと仕組みを考えましょう。でもなんかね、本当にこういうことを通して、いつかなんか北海道来た時とか、来たら旭山も、どっか頭の片隅に入ってくれて、で、ちょっと近場に来た時には足を運んでみようかなとか、そういうふうに思ってくれたら本当に嬉しいなっていうふうに思います。ちょっとね、滝の音がすごくうるさいかもしれないんですけど、やっぱりピリカっぽいですね。ピリですか？すごい。すんない。あっち誰でした？ルルですか？さあ、きっとこれを見てらっしゃる方の方がもしかしたら手代わりしてもそうだよって分かる人がいるかもしれないので、ちょっと見て、まあ教えてもらえればいいかということにしましょう。誰でしょう？ちょっと急にもう本当に日差しきつくなってきて、でも水に入ったりとか、まあ盛んに動き回っていて、ちょっと暑いか、ね、ここちょうど日陰で、ね、窓でよく見えますね、はい、ということで、これホキオグマのところもですね、また新しく熊北斗っていうを座って、そこからまたね、見ていくことになるんですけども、まあ、新しく来てもまだすぐにね、見てもらえるっていうことにはならないと思うんですけれども、その時間を置きながら、また出てくることになるかなと思いますので、来シーズンに向けて、ベアリングだったりね、そんなことになってるかなというふうに思います。はい、ということでですね、まあ今日はちゃんとコンパクトにまとまっておるので、さっき言ってた後ろを振り向いたら3人いるよっていう、じゃあ代表して松尾さん何かしてみて、後ろを向いて、はい、じゃあ3人いるよ。うちの広報チームです。広報チームです。本当に今回多くの方に、インスタライブ、ご覧いただきましてありがとうございます。それで配信中にも多くのメッセージいただきまして、現場でも本当に楽しく撮影させてもらいます。5月2日から、まあ、やってみようかという、ことでですね、やらせていただきまして、まあ、今回12回目で、まあ、その週沖縄との沖縄の皆さんとも、作ることができました。これから、まあ、新しい高校の一つの方法として、これからもまた活用させていただきたいと思いますので、またこれからもよろしくお願いします。滝の音がうるさくてすいません。はい、じゃあ本当にね、まずね、明日からまた新しく、お客さんが来てっていうふうになるから、ね、またちょっと新しい精神に入って、はい、まあ、とにかく、まあ、チャレンジで、ね、いろんなことが何ていうか分かんないし、いい料理になっていけたらいいなと思いますね。はい、ということでですね、まあ、撮影者はいいですか？あ、いいです。撮影者はいいですか？ということで、まあ、よくまあこれで、まあ、明日からオープンとなるんですけれども、明日からはですね、セブンイレブンさんの方ではまあ、どうなるそうなんですけども、全国で事前に入園チケットを購入していただいています。
それとウェブのアソビュー、アソビューっていう、っていうところ、結構いろんなところの入園券とかを扱ってるサイトな、ホームページから、ね、あ、うちのホームページからもそのアソビューっていうところから事前に買っていただけます。旭山動物園、今まではね、ここ数年はやっぱり観光的な意味合いが強くて、朝にどうしても入園のところでたくさんの人が待っていただくようなことになっちゃうことが多くて、これで入園券をね、事前に手にしていただけると入園券を買うっていうことがなくなって、そのまま入っていただけるっていうことになります。で、週末には6日今度のちょうど土曜日、にはですね、このローソンさんも事前に券を購入していただけるので、これ市民の方はね、どうしても確認作業があるということで、市民入園券に関しては事前購入できないんですけれども、市外の方が来られるときにはそういう方法がありますのでね、ぜひ事前に券を購入して、来園していただけるとすごくスムーズに入園していただけるのかなと思いますので、ぜひ利用していただければというふうに思います。でも、パスポートをご購入いただく場合はうちの窓口に、パスポートはそうですね、窓口になってしまいます。ホテルとか、ホームページの方にもちょっと返期期間が長くなるので、うち結構ゴールデンウィークにね、ちょうどパスポートを買い替えられたりする方が多いと多いんですけれども、その時うち空いてなかったので、基本的に2ヶ月その頃に切れた人、2ヶ月分までは入園できますので、4月5月でもうパスポートの期限切れちゃったっていう人はそのパスポートを持ってきていただければ入園できますのでね、持ってきていただければと思います。まだまだ多分言わなきゃなんなきゃこといっぱいあるかもしれないですけどもホームページだったりとか、こういう SNS だったりとか、また改めてしっかりと明日から の動物園の体制だったり、ちょっとした方がいいですよだったり、そういうことを提示していきますので、そこをちょっと見てから足を運んでいただければいいかなって思います。僕らも本当に万全の体制で、迎え入れる準備をして明日を迎えますので、どうぞ足を運ばれて来られる方はね、安心して、来ていただければというふうに思います。はい、ということでですね、今日は、ほぼ時間内で終わるということでまだまだね、いろんなことを伝えたいこともあるんで、本当開園してもこういうふうに他のね、沖縄さんとやったみたいなこととか、いろんなこともこれからもね、いろんな企画をしながらいろんな情報とかいろんなことを発信して共有させていただければなというふうに思います。ということで、まず一区切り、閉園中スペシャルということでインスタライブで、今日でまずは終わりとなります。今までどうもありがとうございました。ありがとうございました。